おはようマリサ、今日もいい朝だね。早速収録をしようか。ちょっと待て。もう、時間もあんまないから早くやろうよ。そのビッグなボスはなんだ？はぁ、ここにビッグなボスがいるわけないじゃん。ビッグなボスがおる。知らなかったんかい？皆さんおはよう。ビッグなボスがおる。そのくだりもやったわ。あ、そういえば発注してたの忘れてました。発注できるの？とりあえず片付けましょうか。ふうようやく落ち着いた。なんでビッグなボスを発注した？マーケティング活動の一環で使おうかと。いろいろ怒られるわ。このチャンネルにも新しい風が欲しくて。まあ時にはテコ入れとか必要だよね。そういえば最近吉野家がマーケティング関連で炎上してたな。まあ吉野家はああ見えていろいろありましたからね。昔一度破綻してますし。そうなの？その時のエピソードを調べてきましたからお伝えしましょうか。結構です。いやん、帰って阪神戦を見たい。なんでや、阪神関係ないやろ。聞いてくれたら吉野家の親子丼をおごりましょう。よっしゃ来いや。さすが吉野家の親子丼だ。ということで今回解説するのは、牛丼チェーンの吉野家です。私松屋派です。すき家派です。お、なんだやるか？こいつは戦争だな。その二つが元にしたのは吉野家の牛丼らしいです。ということは元祖的な立ち位置なの？吉野家の創業者は松田栄吉。当時日本橋にあった魚河岸で働く人たち向けにスタンド形式で牛丼を提供したのが始まりです。魚河岸なのに牛丼なんだ。当時牛肉は普段食えるものじゃないけどよく提供できたな。ここで登場するのが栄吉の息子の水穂。システムが不安そう。銀行と同じ名前だからっていじるな。46年に満州から復員して中央大学に通いながら火曜の吉野家を手伝いました。都内は焼け野原だと思うが店は無事だったのか？日本橋から築地に移動してたのですが消失して屋台で牛丼を提供します。今でいう移動販売みたいなやつか。それで1年後に店舗営業を再開、8坪弱で15席ほどの小さな店舗だったそうです。そんな席数で儲かるの？うまい牛丼を食べさせてくれるということで話題になって列ができて1日5万円の売り上げでした。ということは年間1500万ほどか。松田氏はこれを1億円に増やすという目標を立てました。はい、そんなの無理です。これを実現するために14時間営業にして店員を女性から男性に切り替えました。今だと一部の人から猛烈な批判を食らいそうな戦略だな。体力的にもたなさそうだったみたいです。牛丼店員ってそんなにサバイバルなの？さらに客の滞在時間を減らすため酒類の提供をやめてメニューも牛丼だけに絞りました。売り上げを増やすために逆にメニューを減らすの？さらに当時牛丼の具材として入っていた糸こんにゃく、長ネギ、豆腐など削減しました。いろいろと削減しているが大丈夫なのか？早い安いうまいを実現するため回転率を重視したスタイルです。牛丼食ったらとりあえず帰ってくれみたいなスタイルか。コーヒーぐらいサービスしてほしいな。喫茶店行け。さらに58年に資本金100万円で株式会社吉野家を設立します。ここで法人化するのか。試行錯誤の末65年に日商30万円、年商1億円を達成しました。本当に実現したの？ここから松田社長はさらなる売上アップを目指します。無理だ。それでチェーンストア、多店舗展開を決断します。まあ売上を増やすならそうするしかないな。それでチェーンストアや外食産業を学ぶためアメリカを視察。68年に新橋に2号店、翌年に神田、さらにその翌年に店舗を立ち上げます。だんだんと店舗数を増やしとる。この頃町の飲食店から外食産業という新たな産業の勃興期ですからね。スカイラークとかケンタッキーとかもこの頃日本で誕生したんだよな。松田社長は多店舗展開が可能な仕組みを作り始めます。品質を安定させるためセントラルキッチンを導入。原材料の加工調理タレの製造などを一箇所の工場で処理をして半完成品を各店舗に配送するシステムです。職人が一滴一滴丁寧に作った方が美味しいのでは？ともホルンリンクルか。この5店舗くらいの頃から吉野家はコンピューターによる管理を実践してます。早くね。売上はもちろん原価率から労働生産性、米と牛肉の比率までわかります。もはや変態の域で気持ち悪い。それで松田社長の自宅にも端末を置いて朝晩チェックしてスーパーバイザーに指示をしていたようです。この頃からテレワークをやるなんてすごいな。違う、そうじゃない。このシステムに3億円かけたとか。牛丼何杯売ればいいんだろう。情報の重要性を知っている証拠だな。さらに松田社長は肉にもこだわりました。いい肉を使ったの？当時細切れやひき肉程度にしか使われてなかったショートプレート、いわゆるバラ肉に目をつけてアメリカ産のバラ肉を大量輸入しました。
さらに現地で直接買い付けを行うため73年デンバーに現地法人を設立しました。牛肉を安くするためにそこまでやるとは。それもありますが、当時国内の産業保護の観点などから牛肉の輸入が制限されてました。つまり欲しくても決まった量しか輸入できないと。そういう意味でバラ肉の利用は画期的でした。保護貿易ってこういうところが面倒だな。72年20店舗と一気に店舗数が倍になります。おいおい大丈夫なのか。そこまで急拡大だと資金が持たないだろ。さらなる拡大を目指す松田社長はフランチャイズを導入します。フランチャイズってなんだっけ。本部フランチャイザーが店舗運営のノウハウやブランド、サポートや商品を提供したりまとめて広告をする。一方加盟店フランチャイジーはそれに基づいて店舗を作って運営するんだ。それで加盟店は本部に加盟金やロイヤリティを支払います。つまりみかじめ料と。なぜにみかじめと言い直した。吉野家の場合は当時売上の 3% を支払い、牛肉垂れ込め端まで本部が一括供給、さらに人材も本部が供給しています。それって加盟店の存在意義があるのか。資金だけ出してください。それで吉野家のフランチャイズはほとんどお金を出すだけなので FC オーナーと呼ばれてるようです。あらやだ、お手軽じゃない。当時オイルショックで失った新たな投資先として外食の FC 店が注目を浴びてましたからね。売れてる商品ならそれに乗っかりたいわな。土地厨房重機などすべてリースで賄ってるので初期投資を極力落として1店舗あたり1000万円にしてます。これらによって店舗が急増。73年に18店舗だったのが77年に150店舗まで伸びました。わずか4年で8倍にしたの。フランチャイズってすごいな。アメリカの現地法人は設立したは良かったんですが、政府が73年秋に牛肉の輸入をストップ。おいおい、せっかく法人まで立ち上げたのにどうするの。いつ再開されるかわからないからアメリカで牛丼屋を始めようか。それで75年デンバーに吉野家1号店がオープンしました。成り行き上出店したのか。西海岸にも進出して79年に13店舗となりました。日本に比べたらゆっくりだね。日本が早すぎるんだよ。吉野家の強さの秘訣は人です。社長のこと。松田社長は人材に積極投資、実績が出て若手をポストにつけて給料を10万円上げることも珍しくありませんでした。いろんな意味で先行投資と見ているのか。セミナーや海外研修にも行かせて教育費にも糸目をつけず、社員の体調にも気づくほど社員のことを見ていました。このおっちゃんカリスマすぎる。社員は週80時間を働くことも厭わず松田社長を慕う人が多く、一部では松田一家とか松田卿とか呼ばれてたみたいです。吉野家で申し込めば入信できるんですか。入るな入るな。79年には266店舗、売上高193億円を計上しました。こりゃもううどんの王様ですな。それでこの後どうなった。破綻しました。一体何があった。やはり多店舗展開か。それをこれから解説します。吉野家が破綻したきっかけは資金繰りでした。急速な事業展開で資金が追いつかなかったのか。当時外食産業は伸び盛りで銀行は積極的に融資していましたが、銀行は吉野家の資金を引き上げました。一体なぜ。売上が低迷して利益率が急速に低下しました。普通店舗を増やせば規模の経済で利益率が上がるんじゃないか。だんだんと店舗展開が早まるにつれて用地選定もずさんになって、市場調査がろくにされておらず、松田社長の判断で出店、店の採算性が取れないと判断された時も、チェーンの宣伝になるからだそう、と強行で出店したケースもあったようです。人間って急にお金を持つとずさんになるからな。広島への進出の際も1年で16店舗出していて、特にずさんだったのが東雲店。何がずさんだったの。20坪が標準の吉野家の中で100坪で5本のカウンターがありました。広すぎだろ。従業員からは広すぎて掃除する気にもならなかったみたいです。そういう時にルンバを使えばいいんだよ。あるか。それで売り上げは日照6万円、カウンターは5本中1本しか使われないという残念な店舗だったようです。無駄の塊みたいな店だな。当初松田社長は消費量と採算性を考慮して人口10万人の証券で1店舗として200店舗を目標にしました。あれ、でもさっきもっと店舗数あったよね。ある時松田社長が突然、300店舗いっちゃいましょう、目標が軽い。それで会社全体の目標が切り替わりました。そもそもなんでそんな急拡大をしようとしたの。上場準備とかあったのか。どうやら松田社長が77年8月に、9ヶ月後となる来年の6月に200店突破祝賀会をやろうということになって、12月から6月の間に85店舗という驚異的なペースでオープンする必要が出ました。あそか。
中には大晦日にオープンする店も。誰が行くんだよ。こういう急速な拡大に合わせて間接部門も大きくしました。そうしなきゃ持たないもんな。77年末には本部54人、現場人員182人だったのが翌年になると133人、306人と増強されました。1年間で倍になってる。販管費、一般管理費は27億円から翌年80億円に増大。ほぼ3倍じゃねえか。コンピューター使ってるじゃないですか。それでいろんな経営判断をしてるんだよね。それで毎日各店舗の資料を印刷するために毎週コンピューター室だけで60箱の紙を使用していたとのこと。地球に厳しすぎる。そんな多くの資料誰も見てないでしょ。16人しかいない大阪の事務所は190坪あって、月に2時間しか使わない応接セットがある社長室を完備してました。これで密を避けられるね。避けなくていいから。このように300店に向かうための体制だけはバッチリでした。この状態だと店舗を作り続けないと大赤字になるだろ。自転車創業というやつですか。ただ組織が問題でした。組織？わかった。大企業病でピラミッド組織になって弱体化したのか。むしろその逆です。逆とは？当時13部門9地区あったのですが、結構でかい組織だな。これが全部社長に直結してます。は？というと何か、他の官省役員とか役員会とか専務も何もないということか。部長の上は全部松田社長に行き着きます。中小企業みたいな組織だな。これ絶対見切れない範囲だろ。コンピューターを使用してても最終的な判断は松田社長の勘と経験です。コンピューターの意味？ああ、この時代のコンピューターは集計が主だもんな。この経営判断で一番問題だったのが調達開発。調達って牛肉買ってこられりゃいいのでは？吉野家って開発必要なのか？もともと松田社長は牛肉の輸入自由化を見越してアメリカに現地法人を設立しました。そういえば牛肉の輸入自由化になったのは91年だな。めっちゃ先じゃん。それで店舗を増やして牛肉の需要は増えましたが、輸入枠が伸びませんでした。しかもバラ肉の需要が伸び始めて、キロ当たりの単価が4年で3倍に増えました。ということは安い牛丼はもう食べられないの？他の国の肉じゃダメなのか？オーストラリア産のチルド肉や国内の牧場で調達しようとしましたが、うまくいきませんでした。さすがに国産の牛肉は難しいか。それで裏技を使いました。裏技とは？アメリカから日本への牛肉の輸出だと制限がかかるじゃないですか。せやな。それでアメリカから一旦台湾に送って、現地で水分を 30% 以下に抑えたフリーズドライ冷凍半乾燥肉に加工、これを日本に輸入。79年3月から徐々にこの肉を導入して、10月半ばで半分がこの肉に移行されました。増やしたってことは成功したのか。これで問題は解決だね。これ味的に問題ないのか。味が明らかに悪化して客足が急減。解決してねえ。それでコスト削減のため、牛丼のタレを粉末に、おしんこの白菜も旬のうちにまとめてつけて冷凍しました。うまくいったのか。味が落ちて客足が落ち続けました。ノー。味が落ちたこのタイミングで、牛肉のコスト高で牛丼の値段を300円から350円に値上げしました。ふざけんな。結果売上は 20% 落ちました。キャー。利益率は 0.6% まで低下してますからね。儲けがないんかい。問題点はフリーズドライ肉だろ。誰か戻そうと言えなかったのか。松田社長に誰も進言できませんでした。ああ、ワンマンのダメなところが出てる。この状況を見て銀行は融資を引き上げたみたいです。借りた側から見るとクソだと思うが、銀行側から見たらナイス判断だな。それで資金調達はどうするの？不動産を営んでいる新橋商事という会社がありました。ここの社長は松田社長と満州戦線を共にした戦友、さらに大株主で FC 店のオーナーだった新橋商事から融資を受けることになりました。ということは問題解決だな。いえ、地獄の始まりです。え？新橋商事は銀行から資金を集めて融資を実行。ただし経営権は新橋商事が持つというのが条件でした。ということは松田社長払い箱？これだけ経営を混乱させたんだから当然だろ。それで再建策を練る部署として経営企画室を新橋商事内に設置。経営企画室長は新橋商事の社長。それで経営企画室は分析して合理化をすることを推進しました。人は宝。社員のモチベーションを下げたら再建なんて不可能だ。もともと300店舗を想定した人員だからしょうがないだろ。それで本部人員を73人減らして106人に。いくらなんでも減らしすぎだ。さらにコンピューターやオンラインセキュリティシステム、ファックスなどの新兵器を利用しないことに。ファックスが新兵器の時代なのか。車は台数を減らして車宅を廃止。
店舗も80年中に22店舗を閉鎖することに。うわ大胆。さらに人材不足を補っていた自衛隊出身者たち、経営企画室はこの人たちに対して、あなたたちはこれから平社員ね、給料は半分になるから、え、嫌なの、だったら辞めてもらうしかないね。それで退社をとどまっても仕事をなくして無能呼ばわりして窓際に追いやって辞めさせました。鬼や、鬼がおるぞ。その上で当時海外進出のため出ていた精鋭部隊が社内の異変を感じて日本に戻って新橋商事と衝突。大吉野家の強力な戦士たちが本部のピンチで戻ってきたのか。これは一波乱あるな。あ、君ら大幅降格ね。という感じで松田社長直系の部長やブロック長は店舗店長や平社員に降格。圧倒的敗北。組織はやっぱ人事権取ればコントロールできるんだな。新橋商事はこれで反対派を抑え込んでリストラ策を実行しようと支援を要請。支援がいるの？リストラや店舗閉鎖するのにも資金はいるし、そもそもリース契約が多いからその解約にもお金が必要だ。何でも金金って視線とか、このチャンネルから出ていけ。しかし誰も支援をしなかったようです。なんで？日本屈指の外食産業だぞ。どこか興味を引きそうだが、吉野家の前期末の決算では売上高193億円、経常利益9200万円でした。利益率が血を這うように低いな。しかし、牛肉の脂肪が黄色に変色してるじゃん。これ不良在庫だろ。この不良在庫を考慮した結果5億近い赤字に。あらら、おっちょこちょいだね。のんきか。新橋商事も当時多額の短期借入金があって、社長が返済の猶予をお願いする必要がありました。しかし逆にこれが信用不安を増長して支援を受けにくくしました。助けを呼んだらみんな逆に距離を取り始めたのか。みんな白状だな。じゃあお前が助けろよ。お断りです。というか支援受けられないのであればもう詰んだのでは。ここで新橋商事が M 作戦というのを立案しました。何それ、ネオとかニュー吉野家っていうことか。新橋商事が新しい会社を設立して商業や社員を引き継いで吉野家を捨てる作戦です。借金だけを残して事業をそのまま移管するの。 N の意味は正式にはわからないのですが、乗っ取りや逃げ出しの N と言われてますね。そっちかい。でも新会社に事業を移管して元の会社は生産会社ってスキームはよくあるだろ。事業を売却してその売却資金などを負債の生産の原資にする方法だと思いますが、これは新橋商事だけが得するよう事業だけを引っこ抜く感じですね。なんという作戦だ。人事は松田社長の忠誠心を利用して社員を引っこ抜くことを画策してたみたいです。全てがゲスすぎる。ゲスから取って人作戦としよう。万歳に怒られる。これらでさっきのような変な人事が多発。それで吉野家社内では新橋商事派とアンチ新橋商事派に分断されました。店長たちは仕事に集中せずに誰がどっちにつくかとか情報集めで忙しかったとか。牛丼作ってくれ。6月に入ると毎日のように退職者が続出。中旬には倒産の記事が掲載され始めます。休憩室に求人情報を置いとけば需要ありそう。そんな休憩室嫌すぎる。しかし6月20日を境に新橋商事の人間の吉野家への出入りが止まりました。お、とうとう諦めたか。直営上位10点の契約書を含む重要書類を持ち出して退却してます。店を乗っ取る気か。さらに吉野家の中堅社員を新橋商事に呼んで、吉野家の社員は新橋商事が引き取ることになったんで皆さんも早いうちに移ってきてください、吉野家は近々破産する、と脅しました。どうやら計画は順調のようだな。キャー。しかし社員の多くは移籍を拒みました。忠誠心の塊みたいな集団だな。新橋商事も優秀な加盟店を自分たちのところに移動させようと、吉野家から譲渡されたんでこの書類に反抗というやり取りをしたみたいです。おのれ新橋商事。あと埼玉のミートセンターに新橋商事がやってきました。ミートセンター、あ、牛肉があるところか。牛肉をよこせ、こっちは社長の決裁員があると新橋商事がトラック十数台を引き連れて牛肉を奪いに来ました。社長何してんですか。こういうのを回避している時にダイエーが吉野家買収に名乗りを上げました。最近毎回出てくるダイエー、一体なぜ。一番欲しかったのは吉野家の若くて優秀な人材。その他にも銀行の金利の軽減やアメリカ産輸入牛肉の枠もありますからね。メリットが多いのか。さらに農水大臣から中内氏に電話して頼んだのもあるみたいです。なぜにここで大臣が絡んでくる。外食産業育成の観点から重要ですからね。国益を考えてのことか。あと北海道の米の優秀な消費者だから選挙対策で。そっちかい。しかしこの話は新橋商事の分離独立の N 作戦が判明して消滅。おいー。6月30日に松田社長が、あ、まだ社長だったのか。切腹してお詫びするしかない。あかんあかん。社長を落ち着かせて法的処理を行うことを検討。
それで80年7月15日外食企業として初の会社構成法を申請。負債総額115億円で破綻して現金は3000万円しか残ってなかったそうです。現金ほぼないじゃん。社員相当しんどかったのでは？管財人として吉野家に入った増岡弁護士は社員の士気がひどかったと語っていて、幹部社員に至っては、もう吉野家は潰してくれ、と言ったそうです。本当に地獄だったんだな。この後も一部加盟店が脱退して勝手に牛丼屋を始めようとしたり、新橋商事との関係など課題はたくさんありました。しかし管財人が優秀だったのもあり、それら問題もなんとかクリアしました。加盟店を脱退して牛丼を自分たちでやろうって契約的に無理だろ。ビジネスモデル牛丼人材が優秀だったのもあって合理化をしたら収益は回復。83年に堤誠二が率いるセゾングループ参加となり、87年2月に 100% 債務を弁済して構成手続きが終了しました。こんな歴史があったのか。今度から吉野家で牛丼食べるときはこの悲劇を思い出すようにするわ。気軽に食べてあげて。ここからまたいろんなことが起こるのですが、要望が多ければ続きを作るかもしれません。なので評価とコメントを稼ごうとするな。ということで今回はここまで。ところでなぜこの動画を作った？昔から倒産していたのは知っていたのですが、詳しいことを知らなくて気になって調べました。という建前は置いて本音は？生娘しゃぶず。